そしてこの先ほど5時ぐらいにですね、このプラスチック容器に水を入れてずっと外に置いてたんですけど、はい、見てください、2時間ぐらいで凍ってますね。凍ってますよ、カチコチです。今日は東京都心だけではなくて、もう全国的に氷点下の冷え込みとなっています。積雪しているところも多くなってますので、路面の凍結に注意が必要です、はい、で特に滑りやすい場所なんですけれども、歩道橋や横断歩道、あとバスの乗り降りする場所も雪が踏み固められて滑りやすくなっています。あと車が出入りする歩道だったり地下鉄の出入り口というのも滑りやすいですので気をつけてください。一歩一歩集中して歩かないとですね。時間に余裕を持って今日は行動するようにしてください。そして引き続き北海道から中国地方では大雪、大風雪に警戒が必要です。檜山さんお願いします。はい、さあということでまずこの時間の気温なんですが、これ白がプラスで水色、青、濃い青は全部氷点下なんですが、はい、氷点下ですよね。ですね、北海道から九州はほぼ全域といっていいくらい氷点下の冷え込みです、はい、名古屋、高知でもマイナス3度台と、厳しい冷え込みになっています。路面凍結注意してください。さあそして日中も気温が上がりません。これ予想最高気温見てください。最高気温ですね。最高気温の予想です。札幌はマイナス9度、そして仙台マイナス3度、まあ、仙台およそ2年ぶりに真冬日になるかもしれませんね。で、東京4度、名古屋から福岡も3度前後までしか上がらないということで、日中も寒い、極めて寒い1日となりそうです。では雪の見通しをお伝えしましょう。8時から見ていきます。まず中国地方や近畿、東海、平地も含めてまだ昼頃までは大雪に警戒してください。この後午後です。西日本では午後になると雪の峠は越えていきそうですね、はい、ただ北陸から北の日本海側で雪が続いて強く降るところがありそうです。また風も非常に強いですから猛吹雪にも警戒です。さらに雪の予想、今夜そして明日にかけても見ていきましょう。北陸、北日本、日本海側雪が続きますね。強いところもありますよね。はい、やはり新潟を中心ですね、雪が強まることもありそうです。で予想される雪の降る量、今後24時間です。この後多くなりそうなところ、まあ、西日本は午前中ピークで午後は